どうも、りょうまでーす。今回ですね、こちらの夢の中の都市伝説というゲームをやっていこうと思います。これね、よく聞くね、口先女が出てくるらしいんですけど、でもさ、夢の中ってことはどういうこと？実際に遭遇したわけじゃないってことかな？なんかそこら辺が気になりますけど、早速やっていきますか、初めから。これからあれかな？そういう夢を見るってことかな？悪夢。自分が殺される夢。私はずっと同じ悪夢を見て、誰にも相談できないでいた。だけど、人に言えないような怪異的なことも、放課後の保健室にいる女子生徒、雪乃に相談すれば解決すると教えてもらった。なんだろう、そういうのに詳しいのかな、雪乃さんって。だから私は、あら、あ、保健室だ。あ、これ雪乃さん？え、これどっち主人公？これ、サナエさんでいいのかな？こっちサナエさんかな？なんかこの人なんか、そういうなんかお化け的なのでもなんか詳しそうだね。失礼します。ここで、相談ができるって、なんか結構おどおどした子だね、この子。もしかして私に言ってるのかしら？ああ、やっぱりなんかこっちが雪乃さんっぽいね。もしかしてあっち系のお悩み？なんか、あっち系って聞くとなんかちょっとうふな感じに聞こえちゃうな。はい。多分、ですけど。噂を聞いて冷やかしでもなさそうだし。何より、あなたからいい匂いがするから聞いてあげるわ。何それ。匂いでいいよって言うんだ。匂い？え、匂いってそういうお化け的ななんか匂いとかそういうあれじゃないよね。私は自分の匂いを確かめてみるけど、見るけれども。変な匂いはしてないよね。多分。自分の匂いとかででもよくわかんないもんね。それじゃあ早速話を聞こうかしら。はい。これでなんだろう、口先女の夢を見るとか、そういう感じなのかな。私は気がついたり夢の中にいました。街を歩いていました。私は夢だって気づいていません。ただぼんやりと街を歩いていました。誰もいない真っ暗な街で、私は心細くなって、そんな時に、ああ、出てくんじゃないの、あれが。マスクした人。ほら、やっぱり。道の真ん中に女の人が立っていました。人に会えてほっとしました。でも、私、綺麗。いや、これよく聞くやつじゃん。え？私、綺麗？はい。これでもさ、こうやって言っちゃうとさ、これでもって言ってさ、マスク取るパターンだよね、大体ね。来るぞ。待って。マスクもう取ったのこれ今。あ、出た、これでも。う。ねえ、綺麗？私、綺麗？あ、怖え。その、私、綺麗？綺麗？めっちゃ聞いてくんじゃん。え、いや、来ないで！嘘つき、綺麗って言ったのに、嘘ばっかり。あ、近い。私は捕まってしまいました。恐ろしい顔がすぐ近くにあって、でも目をそらすことはできなくて、みんな嘘ばっかり。だからあなたも同じ顔にしてあげる。口に女の人の指が押し込まれます。そのままゆっくり唇が。え？でも夢でしょ、これ。それで、起きたら、唇から血が出てて、これ実際に何？夢だったのに口から、あ、唇から血が出てたってこと？同じ夢を何度も見てて、そのために、なるほどね。あなたの夢が、あっちの世界と混じっちゃってるんだわ。どういうこと？それ、本当に口が裂けちゃうかもしれないわね。そんな笑顔で言わないでよ。どうにか、できないんですか？とりあえずあなたが出会った怪異の説明から。名前は口裂け女。まあ、そうだよね。有名なね。血の目立たない赤い服。もしくは血が目立つ白い服を着ていることが多い。そうなんだ。大きめのマスクをつけて、私綺麗と聞いてくる。
それに綺麗じゃないと言ったらすぐに殺される。え、でもこれ綺麗って言ってもダメなんでしょう？綺麗と言ったらあなたの夢の通りになるわ。それで、どうすれば？夢で一度でも助かれば、あっちの世界とのリンクが切れて襲われなくなる。というのが私の予想ね。でもどうしたらいいのそれは。ユキノさんは私を見る。なんだか不思議な瞳で。私はなんだかドキドキして。なんでドキドキしてんの？とりあえず一緒に寝ましょう。え？なんで？え？一緒に？なんかあれかな？一緒に寝ると夢の中にユキノさんもあれかな？出てくれんのかな？そうよ。そこにあるベッドで一緒に眠るの。私の夢とリンクするために必要なの。あ、やっぱそうなんだ。でも、夢の中は現実の記憶を曖昧にさせる。だからここで対処法を教えても難しい。確かに聞いてもすぐできる気しないもんね。だから、一緒に寝ないといけない？そういうこと。すごく嬉しそうな表情で、この子あれなんじゃない？女の子好きなんじゃないの？もしかして。ゆきなさん私の手を引き、そしてベッドの中に、こんなんじゃ眠れないと、そうだね、緊張しちゃうよね。大丈夫、大丈夫。私が10秒数える間にあなたは夢の中にいるから。10、9、8、7。本当に？すごくないそれ。私は街を歩いている。なんだか薄暗くて、誰もいなくて、何度もここに来ているような気がするけれども。ああ、雪の村だ。ちゃんと夢の中に入れたわね。キャッいい声だな。びっくりした。ここは夢の中。ちゃんとそのことは認識できてる？はい。おぉ、ちゃんと夢って分かってるんだね。でもさ、実際にあるよね。夢見てるときにさ、これは夢だなってさ、分かるとき。さっきまでは、分かりませんでしたけど。ああ、でも言われて気づいたんだ。それじゃあ、総合する前に、ちゃちゃっと説明するわね。幸いにもくっつき女にいくつか弱点があるわ。なんかさ、なんだっけ、ポマードだっけ？なんかそれとナイルと逃げるみたいなの聞いたことあるな。あ、これ、そう。一つはポマードと3回唱えること。ポマード？他にも、べっこう飴をあげるとかあるけれど、あ、なんか聞いたことあるな、これも。べっこう飴を想像できないから難しいわ。べっこう飴って確かにどういうのだ？他には、ちょっとまずいわね。なに？どういう方法なの？めっちゃ気になるんだけど。どうか、したんですか？現実に戻らないといけなくなったわ。なんで？私が一緒だとぐっつき女が出てこないみたいね。ポマードと唱えればなんとかなると思うから。あとは自分で頑張りなさい。なにこれ？結局来た意味ないじゃん、じゃあ。お前目覚めちゃうのこれで。そう言い残して。まるで最初からいなかったかのように。雪乃さんはいなくなって。あ、でもこれ雪乃さんだけ抜けちゃったんだ。そんな、急に、私、綺麗。来たぞ。背後から声が聞こえた。すぐ近くに口づけ女がいる。見たくない。でも。わあ、来たー。私、綺麗。背後にいたはずの口づけ女が目の前にいた。もう唱えるしかないよ、あれを。私は叫べそうになって。でも何も声を出せなくて。それに、言葉が出てこない。やばい。本当に短い言葉だった。簡単な言葉だった。でも、私、綺麗。早く言わないとまたやられちゃうぞ。すぐ目の前に口づけ女の顔。恐怖で体が震えながらも、私は、綺麗です。なんで言っちゃったのまたそれ。ポマードだよ、ポマード。そう言っていた。これ、でも、あ、また出てきちゃう。やべえ。マスクを取り下がを見せる口裂け女。また口裂かれちゃうんじゃないこれ。私はずっとその顔を見て逃げていた。でも、綺麗です。マスクを取った顔も、すごく、あれでもなんかパターンが変わったね。今まで、逃げちゃって、
ごめんなさい。私、人見知りで、怖くて逃げて、でも、しっかり見たら、これなんかさ、この状態でも綺麗って言うとさ、なんか泣き出して消えなかったっけ、口先女って。綺麗だと思います。あ、ほら、口先女の目から涙が流れた。じっと私を見つめる口先女。先ほどまでの怖さはどこにもなくて、ありがとう。その言葉を最後に、私は、これなんとか無事に終われたんじゃない？雪乃さんがいる。どうやら現実世界に戻ってこれたようで、口元を触ったけど血も出てなくて、あれでよかったんだと、これで一安心。と言いたいところだけれども、なに、これでハッピーエンドじゃないの？ダメだったんですか？くせきょうなは無事に対処できたわ。でも、あなたにはあっちの世界とリンクしすぎてる。え？切れなかったってこと？だからこれからもいろいろな怪異が出てくる。かもしれないわ。そうなんですね。夢で怪異に襲われたら私のところに来なさい。いつでも助けてあげるわ。あら、なんて頼りになるのかしら、雪乃さん。単純にあなたの夢に出る怪異に興味があるしね。でも、何か、お礼とか、これなんか変なこと頼まれそうじゃない？大丈夫？私がそう言うと雪乃さんは。大丈夫よ。俺はもうもらったから。え？なんか受けたっけ？嬉しそうに微笑む。なんか寝てる間にしたんじゃないの、この人。何かを返したつもりはなかったけれども。もしかしたらすごくいい人なのかもしれない。あなたとは長い付き合いになりそうね。これからもよろしくね。はい。よろしくお願いします。え、これで何？ハッピーエンドで終わり？あ、え、続くのまだ。おまけコーナーってところね。何これ？なんか急におまけコーナー始まったけど。くっつき女の解説なんですよね。あ、解説してくれるの？これから。そうね。くっつき女は比較的新しい怪異で、1979年から春から夏にかけて広まったわ。え、結構前じゃない？ 1979 年って。最近、でも、すごく昔、結構昔な気がするけど。そうね。だから出てくるものも、ポマードやべっこう飴など、ポマードって何？時代を感じるものが多いわ。ポマードって、何か知らなかった。え、自分も知らないんだけど、これ解説してくれんのかな？特徴としては本編でも解説した通り、大きなマスク、赤、もしくは白い服が特徴的ね。パッと見は怪異に見えない。そうね。だから正体が分かった時の怖さがあると思うわ。見た目以外の特徴は、足が速い。あ、これもなんか聞いたことあるな。自分が綺麗かどうか聞いてくる。うん、これもなんか絶対聞いてくるよね。空中に浮くという話もあるわ。浮いたりもできんの？それで綺麗と答えると、本編通り素顔を見せるわけね。そうじゃないときは普通に襲われるんだと思うわ。対処法がいろいろあるって、いろんな場所で語られた回だから、それぞれの場所での対処法があるわね。トマトと3回唱える。あ、さっき言ってたね。本編でも教えてくれたやつ。そうね。他には素顔を見た後も綺麗ですという、おー、さっき実際にやるだね。言ってたやつだね。手のひらに犬を描き見せる。え、これ何？犬ってさ、犬っていう字のこと？それとも本当に犬の絵を描くの？これどっち？二階所の建物に登る。でもさっき浮くって言ってたからあんまり関係ないんじゃないの？高いとこ行っても。ニンニクと唱える。ニンニクめっちゃ好きなんだけど自分。可愛いと褒めるを、可愛いでもいいんだ。と、たくさんあるわ。他にももちろんものがあるからね。そこら辺は自分で調べてほしいわね。口先女は、整形手術に失敗して、そういう設定なの？ああなった、怪異、なんですよね。そうね。今ではその話が一番有名ね。そうなんだ。でも最初は違ったの。岐阜県のあまり裕福でない家の人が、
子供に塾通いを諦めさせるために夜道歩くと口先女に襲われる、そういったのがルーツと言われているわ。そんなのなのルーツ。最初期の噂では精神病院から脱走した人、後になって整形手術などが話題になって、それだと結びつけられたのが今の口先女、口が裂けた女の怪異という話は江戸時代にもあって、そんな昔からあるんだ。それが元と考えている人もいるわね。また最初驚かすだけのものだったのものが、話が伝わるにつれて今のように凶暴化してしまってるわね。なんかどんどんおっかなくなってっちゃったんだね。いろんな口先女がいるんですね。怪は人から人に伝わり、その姿や概念が変わる。始まりはただの驚かすだけのものが、今で人を傷つける怪になっている。人の話はどう伝わるかわからないから、話すことには気をつけましょうねってことね。なんかすごいね、だいぶ変わってったんだね。うん、気をつける。個人的にはルーツや流行、あ、違う、ルーツや流行った時期や経緯が分かってるという意味で面白い回と思うわ。1979年の時に噂が収束したのは、学校が夏休みになって噂が広まらなくなったって説があるわね。へえ、そんな説もあんだ。自衛隊とかが関係してるって。自衛隊？噂の伝達を調べるために自衛隊や在日米軍 CIA が噂を流したという噂があるわね。そんな噂まであんの？ちょっとだけと口先女については以上かしら。次はどんな会に出会えるのか、すっごく楽しみだわ。ああ、この人本当にそういうの大丈夫な人なんだね。私は全然楽しみじゃない。やだよね、おっかないのはね。終わりかなこれで。あ、終わりましたね。面白かった。てか今気づいたけど、この人爪もめちゃくちゃ長いんだね。しかもすげえ真っキャッキャだし。ということで、夢の中の都市伝説。これさ、そういう意味のあれだったんだね。夢の中だったんだね。ということでね、すげえ面白かった。ということで、今回はね、ここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。